2023年1月導入。ハイエナできるパチンコ信頼。ハイエナできるパチンコとは、U タイム、右打ちランプ、潜伏確変など、期待値のある台を紹介していきます。1月10日、導入予定の信頼。祈願のアリアームデジ。ラッシュ継続率 77%。U タイム期。このアリアシリーズ作りすぎじゃないか。今作はアームデジで U タイムがまた復活。U タイムは時短含まず299回転。データランプだと349回転で U タイム結構拾えない気がするかな。 U タイム突入すれば当たり濃厚だけどハイエナは難しいかな。ハイスクール DT アムデジ。ラッシュ継続率 91%。 チャンスゾーン搭載機。導入が500台しかないのでほぼ覚えなくていいです。 CZ タイプでチャンスゾーンに大当たりを引けばラッシュに直行するので一応期待はありそうですがほとんど拾えないかな。以上2機種のみ、新作ゼロ、リメイク版のみ。1月導入のパチンコも12月に続き全くダメですね。やはり人気が高速消化と高継続が売りなので U タイムや右打ちランプ機は全く稼働もつかないしダメなんでしょうね。アムデジが2機種、1月トータル2機種がハイエナ台として導入されます。パチンコハイエナの時代は完全に終わったかもしれません。ライトミドルでさえ U タイムが出ない。まだ設置が多少あるハイエナ機でなんとか勝ちを拾うしかない。店舗によっては1円パチンコに U タイム機や右打ちランプが増えているのでそっちもハイエナの視野に入れてみます。ブログにはさらに詳しく公開してますのでそちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。